こんにちは、杉浦雄太です。今回は僕がドライバーの時に気をつけているポイントをお伝えします。まず左手は少し上目からかぶせるように、握ります。ちょっとそうですね。で、右手はその横からこう添えるように、あとはこうそのまま握ります。やっぱり下から握ると、まあ、クラブが少し返りやすくなってしまったり、インパクトで下から握っている分左に振り抜けなくなってしまったりすることがあるので、僕は右手はこう横から握るようにしています。僕はテイクバックでフェースの向きを少しこう閉じ気味に上げるんですけど、そうすることでインパクトの形を先に作ることができて、フェースを閉じたままこうトップまで行けば、あとは体を回すだけでインパクトでいい形になるので、すごくシンプルで効率がいいスイングになると思います。やっぱりフェースローテーションがある分、こうタイミングが合わないと曲がることにつながったりするので、もちろんフェースローテーションあった方が飛距離とか出たり、こういいことはもうあるんですけど、安定性を求めるためにはこうフェースローテーションを少しでも減らせるといいんじゃないかなと思います。体と、一体感を持ったスイングをしようとしすぎて、体は回せるってもクラブも一緒にこうインに引きすぎちゃうことがあるので、最初の30センチぐらいまっすぐ上げるようなイメージすることでインサイドに上がることが、なくなって、プレーンの上でスイングすることができます。僕が切り返して一番大事にしていることは、力まないことです。で、僕はすごく力みやすいスイングをしていて、こう切り返しの時にこう力むことでこうリリースが速くなってしまって、このままいくと体が突っ込むことにつながったり、左に飛び出すのを嫌って体が浮いてたりしてしまうので、それを防ぐためにこの切り返しのここでグリップのプレッシャーをなるべく緩めてあげるようにしています。僕のイメージはこうトップで一回こう手をこうほどくような、本当に力をゼロにするようなイメージで、ここからゼロの状態からスタートするようなイメージです。もう本当に最終的にインパクトで力入れるんですけど、そこまではこうどれだけこう力を抜いて、インパクトまでいけるかをすごい僕は大事にしています。切り返しの時の力の緩み、力の何ですか、リラックスの仕方のイメージとしては、トップの状態からもうその場にクラブをこう落とすようなイメージです。そうすることで、力むこともなくなったり、こう外から入ってくることがなくなります。もう本当に力をここで抜くことだけにフォーカスしているんで、ここでは力を抜いて、そこから体を回すっていうイメージです。こう2段階に分けることで、力を抜くことにこう集中してすることができると思います。このボールは何でもいいんですけど、トップの位置でから
この右足の右側にボールを真下に落とすっていうドリルがあります。今のボールのドリルをすることで、ここから下に下ろすドリルなので、こっちからアウトサイドから来ることが減ったり、ここで力むのが少なくなったりっていうメリットがあります。体からこう外れたりすると、やっぱ安定したこうミート率だったり方向性がなくなってしまうので、打った後のフォロースルーもクラブが体の正面にあるようにこう一緒に回っていくイメージです。その時にクラブをこう返してしまう人がすごく多いんですけど、グリップも体の正面にあるようなイメージでいくことで、ねじれの少ないボールを打つことができます。ヘッドの位置のイメージでいくと、バックスイングも右腰の前にこう地面と平行の時にはヘッドが来るんですけど、フォローの方も左腰の前に来るイメージです。バックスイングもダウンスイングもその場で回るイメージで打っているのと、体をと一体感を持ってスイングするために、常にグリップとこのヘッドが体の正面にあるようなイメージで、ハーフ以降も体で上げるイメージで打って、インパクトの後も体と一緒にフィニッシュまで行くイメージです。体からこう外れてしまうと、やっぱり一体感がなくなってしまうので、いつも同じスイングができなくなってしまったりするので、手元とヘッドがもう常にここは一緒にあるような感覚でスイングします。体の一体感を出すためにこのスティックを使って、ハーフショットするんですけど、まずは左脇に挟んで、インパクトの後に、脇が開いてしまうとこうやって落ちてしまうので、それを落ちないようにすることで左脇が開くのが治ったり、インサイドの方に振り抜いていくことができるようになります。左脇と一緒なんですけど、右脇に挟むことでバックスイングの時に、クラブが離れるのを、直すことができます。右脇が空いてしまうとこのように落ちてしまうので、このスティックが落ちないように右脇を締めたまま打てるようにしたいです。皆さんいかがでしたか？僕が気をつけているポイントを参考にして、みんなで上達していけるように頑張っていきましょう。